オルレアン公爵夫人、ハインリヒポメルレン家が、1850年頃、ヘレーネルイーゼエリーザベトツー・メクレンブルクシュベリーンは、ドイツのメクレンブルクシュベリーン対抗家の公女で、フランス王、ルイ・フィリップの四次王子であった、オルレアン・コーフェルディナン・フィリップの日、フランス語名は、エレーヌ・ド・メクランブール・シュエラン、メクレンブルクシュベリーン対抗聖師、フリードリ・ヒルート・ビヒト、その2番目の妻で、 ザクセンバイマルアイゼナハ大公カール・アウグストの娘で、あるカロリーネル・イーゼの間の第二子、長女として、ルートビヒスルスと宮殿で生まれた。父にとっては二番目の娘である。幼い頃に両親を相次いで亡くし、父方の祖父である、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ一世の手元で育てられた。イボアニ、パウル・フリードリヒ大公の妻、アレクサンドリーネが、プロイセン王。 フリードリ・ヒビル・ヘルム3世の娘だった関係で、プロイセンとの同盟を模索する7月王世紀のフランス王、ルイ・フィリップの長男で、多い継承者である、オルレアン公との縁談が持ち上がった。ヘレーネは、カトリック・神徒である、オルレアン家とは、終始の違う、プロテスタント・神徒であり、またしくもなかったが、自由主義的な思想の持ち主だった。ヘレーネ自身、 非常に野心的なプリンセスで、家族の反対を押し切ってでも将来のフランス王妃の座を逃すまいとした。1837年5月30日、パリ郊外のフォンテーヌブロー宮殿において、オルレアン公と結婚式を挙げた。パリ大司教イヤサントレイドケルンが、宗派の違う夫婦の結婚式に、ノートルダム制度を使用するのを禁じたため、宮殿を結婚式場に使ったのだった。以後、 ヘレーネは、オルレアン公爵夫人エレーヌと呼ばれた。目のマリー・アメリー王妃は、エレーヌのリベラル傾向やプロテスタント信仰が気に入らず、長男の嫁を嫌った。オルレアン公爵夫妻の夫婦仲は良好で、すぐに二人の息子が生まれ、オルレアン王家の存続も安泰となった。エレーヌは、ドイツのクリスマスツリーを飾る習慣をフランスに持ち込んだことで有名である。 1842年7月13日、オルレアン公が、馬車事故により、不慮の死を遂げると、ルイ・フィリップ王の後継者には新たに、オルレアン公爵夫妻の長男のパリ伯爵フィリップが、指名された。パリ伯爵が幼くして祖父から王位を継いだ場合、成人まで摂生が置かれることも定められた。摂生には、パリ伯爵の母親であるエレーヌと、亡き、 オルレアン公のジテーヌムール公の二人の名前が上がったが最終的な決定は下されないままだった。1848年の2月革命により、ルイ・フィリップはフランス王位を追われた。エレーヌは王政の廃止を避けるため、自ら幼い息子パリ伯爵の摂政となることを宣言し、二人の息子を伴ってリュクサンブール宮殿の剣道院の議場に入った。エレーヌは 長男がフランス王位の創造者であり、その成人まで自らが摂政として国務を取ると主張したが、元老院はこの提案を拒否した。エレーヌは息子たちと一緒にドイツのアイゼナ派に亡命し、その後もオルレアン家の復権のための運動を続けた。しかし、フランス国内の君主制支持者たちは、シャンボール伯爵を課長とするブルボン政党王朝の復権を支持するようになっていった。 1858年、インフルエンザに罹患して、ロンドンのリッチモンドア・ポンテムズにおいて44歳で死去した。意外は初めサリー州のウェーブリッジに葬られたが、1876年にドルーの三類王室礼拝堂に安置された。ウィキメディアコモンズには、ヘレーネツ・ー・メクレンブルク・シュベリーンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。